さあ、相原は春麗戦は得意ですが、剣はどうだ。まあ、柴犬と結構ね、やったりしてるの見てるといい勝負してるんだよな。柴犬自体もね、そんなにクールブが慣れてるわけじゃないっていうのもあってね、相原が結構自由に動いてる。勝利を透かすコース、こういうところうまいんだよね。行くと見せかけていかないと。あいうち勝利いてえな、あれなんか勝利マジで痛い。そのや一個一個にね、ダメージが安いのを生かしてね、剣は勝利が強気に打てるところがね。相原うまくごまかしながら行く感じ。 EXA2 本入ってしまう。あ、痛い。まあまあそうね、大パン勝利投げは入りませんと。やっぱね、空中竜巻に引っかかったりね、勝利当たるだけで本当に体力が消し飛ぶ。あの耐久大パンの安さ、やっぱクエルブはね、本当一個一個の技を慎重に振っていくのが一気にね、勝利とかでもまくられるって感じがね。頑張り、本当にクエルブに関して頑張り。あれもね、必死に投げてる。そこに引っかかるだけで本当にやばい。今までクエルムがどんだけ頑張ってきたの、 EX じゃなくてよかったけども、まあ、それでもね、もうなんか体力これ追いつかれてるからね、あんだけクエルム頑張ってたのに。あー、確定しない。危な、うまい、今のはうまい。対空ニードル、対空 EX ニードルよかった。あ、見えないところに一文字。さあ、ここはうまい、バックステー、あった。おお、ああいうの巻き込まれちゃうと本当に危ないと思うよね。さあ、ここはもうあとは耐久なんちゃら裏か、全然わかんなかった。耐久ニードル着地しても万全。はい、原ゲージ EX 結構入ったけどまだ1本ある。まあ、ケンガーとしてはね、そんなに陣内に打つってよりもね、 EX 竜巻とかだよね。陣内チャンスはなかなか来ないけど、これが、ああ逆に言ったら助かった。そして地上に下ろしたときに何とか剣は、ね、引きずり下ろしたままにしたい。さあ、クエルブうまく逃げた。バックジャンプタイパン、うまい。一文字にしても勝利にしても本当に当たったときが痛い。このね、あー、うまいガード、ナイスガード。あー痛い、これしゃがみだと本当に痛い。あお互い痛いものは結構食らってる。あ、うまい。最後 EX 竜巻をしゃがみですかして壊しに、壊しアックス。